今日はなんとですね、モーターゾーン TV っていうあのテレビ番組の取材をしてもらってます。ポンコツ土パフォーマンスがなんと対応させていただいてます、はい、ちょっと頑張ってこれからまた説明したいと思います。処分放棄した人間が名古屋店の紹介なのに僕が出るっていう、はい、いいんでしょうか。いや、やっぱりでもうちのね演者はそうです、演者は土屋さんしかいないんで頑張ります。 GP が頑張ります、はい、あ、ちなみに名古屋店店長は名古屋店店長鬼運送飯村さんなんで、はい、あのテレビに映ってる車のお問い合わせはあの名古屋店飯村までお願いいたします。いや、ちょっとテレビ緊張するね。YouTube と違う。確かに全然違う。はいなんつって。ちゃんとしてます。はい、はいなんつって。カモンまず作っちゃって。はい。全部カモン作り替える。全部作り替える。いや、もう、あの、もともとゲームであっただろ。いや、これね、で、本当に星空見るんだから、ちょっとまた時計とか出てきちゃったりとか。おお。はい、テレビの取材が終わりました。はい。ちょっとあのいつになくちょっと緊張しちゃって、はい、もうなんかカチコチのまんまテレビに出ちゃったんですけど、で今回せっかくなんでちょっとこのテレビで取材もしてもらったこのスペシャルな1台、はい、マンソリーグロノス、もうマンソリーのコンプリートカーですね。これをちょっと改めてあそこでちょっとマイクセッティングしてる飯村店長に紹介してもらおうと思います、はい、いいですか。はい、はい、もうちょっとさっきこれちょっと車両紹介でちゃんと撮ろうと思ったんですけど無理です。はい、無理でございます、はい、なんでちょっとやっぱりこう精通した人が、はい、マンソリーやっぱりちょっと、はい、ちょっとそこに精通してる人が、はいはい、説明しないとこう魅力が伝わらないなっていう。わかりました、はい、長くなっちゃうけど大丈夫。いいです、もう、はい、頑張って編集します。夜くらいちゃう、暗くなっちゃうけど大丈夫、はいはい、もう頑張って編集します。わかりました。これベースはちょっと僕、じゃあ僕勉強したとこだけ僕先に喋っていいですか。あ、いい、はい、これベース車両が、はい、ゲレンデの 4x4 スクエアード、はいはい、合ってますか。合ってます、合ってますよね。合ってます。をマンソリーで全部、まあ、改造というか全部作り直した車ですよ。はい、はい、間違いない。外装内装、はい、でこの外装はもう、うん、そもそもの形がもうかなり変わってるんですけど、うん、それだけじゃなくてこの素材にコラージュカーボン、はい、圧縮して作るやつ、はい、もういわゆるあのアイアオリーとかヒラオリーのさらにその先を行く今注目のカーボンですよね。そうです、はい、でボンネット、フェンダー、バンパー、グリル、はい、これヘッドライトも変わってるんですもんね。ヘッドライトも変わってます、ね、で通常そのゲレンデってグリルはグリル、はい、ライトカバーはライトカバーって別パーツで構成されてるのがこれはもう一体でドーンっていう1個の部品で、だからこんな 顔つきがガラッと変わってるんですね。そうです、はい、一見ゲレンデみたいな、そうだからもうそこでガラッとこうイメージが変わってるし、つながり感が出てるんで、そのなんかゲレンデのそのなんかパーツパーツのその個性はまた違う方向に生かされてるような顔つきになってますね。すごい。でボンネットももう全部変わってるんで全交換する、ね、プレスラインもグリルときちんとこう合うようにラインが統一されて、結構他のチューナーでも出てるんですけど、こう乗せるタイプ、乗せるだけとかね、そうそうそう、フル交換ですからね。そう、はい、でまあボンネットを変えてたとしてもグリルとのつながりはできないんで、あー、なるほど。なんでこれはもうコンプリートでしかできない仕様になってます。これこの車のためにそれを作ってるんですよね。その車のために、この車のためにこれだけの部品で出ないんですもんね。これだけでは出ないです出ないです、はいはい、でちなみにこのカーボンを作るには型が必要なんですもんね。型が必要です。わざわざこれ1台のために型を作って、型をつけて、そうです。狂ってますね。狂ってます、はい、すごい。これ全部ですもんね。横も全部です。これちょっと多分動画だと伝わりにくいと思うんですけど塗装なんですよ。で本当に なんていうんですかね、ちょっとクロコダイルみたいな、ちょっとそんなイメージですよね。そうですね。なんかこうなんかランダムにこうひび割れて地割れしてるような感じ。いやマンソリー本当狂ってますね。レザーっぽい感じでも全部ですもんね。全部です。だから一回そのピラーカバーも全部塗って、はい、その色に塗った上でこう交換しててるね。ここ塗り出し、はい、ここも塗り出し、これワイパーアームも塗ってあるんですよね。塗ってあるんで。え、マジですか。はい、これだからさっきこれワイパー、これあのゴムがダメになったらどうするんだっていう話が出てゴムだけ変えろって
で横もっすもんね。横も。横もこっちからここまではパネル、はい、ベースのボディにパネルを貼っつけてあって、こっちは塗り、はい、でもちろん上ルーフも全部塗りで、ドアの内側も全部塗ってあるんで、ドアの内側も中すごいんですよね。同じように塗って、ちょっとこれ本当に多分動画だとこの車のすごさが全部多分伝わらないんで、本当にちょっとでも興味あったら見に来てほしいですよね。自分の目で見て確認してもらいたいですよ ね, そうね、はい、中も全部こう G クラスベースなんですけど、 G クラスの要素が本当にほぼない、ないプラスチック感はない、はい、ゼロないですよね、うん、レザーが貼られてないところがないみたいな。すごい。もうこっちのパネルも外装から、はい、はい、じゃあ外装に戻ります、はいはい、寄り道したらカメラマンに今怒られたんで、はいはい、でもうフェンダーも全部ですもんね。全部です。この辺戻って、でその電動ステップに関しても、はい、そのマフラーがないから出てこれるんで、本来横出しのマフラーだとここは出せない。ここまでそう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 。ってことこれマンスリーのやつですか。そう、マンスリーの、ここもマンスリーの動画入ってる。ああ、なるほど。だわざわざマフラーを後ろ出しにして、ステップを全部出せるように。そこまでやりますだって。コンプリートカーって言っても。だそれがね、やっぱり世界のマンスリー。そこまでやるかっていう。ところまでやってる。もうこう人のこう想像をちょっと超えちゃってるところも。そうそうそう。なんでじゃあ後ろ出しなのみたいなマフラーは。まあもちろんそのゲレンデの横出しのイメージを丸々変えるっていうのもあるけど、まあステップが出せるっていう利点もあったりとか、そういうのも含めてマンスリーなんで。ただこね、こっから出てる後ろが出てるゲレンデなんかないからね。見たことないですね。ない。うん、すげえ。デテールランプもだってエンブレムもだってカーボンですから、ね、エンブレムも、はい、そうクロノスっていう、まあ、でブラックデザートっていうのはあのジュネーブで発表して、はい、で世界で1台の仕様、なんかこのグロノスっていうゲレンデの 4x4 ベースのグロノスっていうのは何台かあって、はい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 、その中のブラックデザートっていうのは1台だけ。ああ、なるほど。はあ、いや、これやっぱ井村さん出た方が正解だったんじゃないですか、うん、正解です、はい、僕が説明しようとしたけど無理でした説明紹介する動画じゃなくて教えてもらうっていう動画がやっぱり正解だった。正解です、はい、なんでリアハッチもここのつながりでパネル、ああ、はい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 、ここですよね、うん、はこれグリップは作り直しますよね。だってグリップはそうカーボンのもので作り直します。ああいうなんかバックカメラのカバーとかも全部そのペイント、リアワイパーアームも全部そのペイントされてるんで、だってこのウォッシャーのこれまで塗ってある。そう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 。わかりますか、触れてる。ヒンジもだってテスト塗装してあって、はあ、すげえ。だから塗ってないところがないよね。はあ、本当になんか足回りはストック、はい、でタイヤも純正、はい、これタイヤ純正なんですか。純正、同サイズ、同サイズ、同サイズ。あ、そっか、ホイールが、そう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 。でっかくなっちゃったって言ったよ。言っちゃいましたね、うん、そうなの、言っちゃった、言っちゃいました、ね、うん、テレビで嘘ついちゃった、テレビで嘘ついちゃったそう、タイヤはそのまま、純正の 4x4 のサイズのまんまホイールだけ変えて、22インチ。これ単造でしたっけ。単造です。単造ですよね、はい、オイゾレーション、はい、で足回りもそのまま。すげえな、これ改めて見たけど。だエンジンはサブコンでパワーアップされてて、足回りとかその機関系はそのまま。なんでまあ非常に安心。なんかコンプリートカーっていうとこう、だって万が一壊れちゃった時とか故障が起きた時になんかちょっと不安感があったりするのも、うん、大丈夫なのって思っちゃうんですよね。そうそうそう、そういうのも、まあ、でも実際はちゃんとしてるメーカーのコンプリートカーだったら全く問題ないですよね。そうね、はい、ただなんかドイツに送らなきゃいけないんじゃないかとか、はいはい、本国に渡さなきゃいけないんじゃないかっていうのは、はい、基本的にはそこまで心配する必要ない、はい、これ被んなくていいですね、誰とも。これは被んなくていいけど誰とも被んなくていいですね、まあ、どこにいたかはすぐバレる。あ、目立ちたい人に持ってこい。そうそうね、そうね。 あとは止める場所に困るね、入らないとかね、あるかもしれない。すごい。
でも世界中からだって当時注目されてた車ですもんね。そう、はい、あれ今年のオートサロンでしたっけ出したの。うちのボンドグループのブースは今年のオートサロンに出しました。ですよね、はい、去年のクリスマスぐらいに成田にドイツから届いて、ね、はいはい、でそのままオートサロンに出してっていう、はい、前その前の年にこのマンスリーが発表してもう目立ちまくって、世界中からこう注目を浴びて、 それが日本に来たんですよ。そう、去年の3月のジュネーブでマンスリーブースに出して、はいはい、それを12月に日本に入ってきたんです。すごい車です。です。じゃあ内装いきますか。戻りますか。内装いきますか。はい、はい、あ、てか外のライト類いかなくていいですか。ライト類いこうか。あ、ライト類ちょっと見とく。ライト類も結構作り直してるんですよね。もちろんフロント、これフォグはなくな、あ、これフォグはもともとなくて、はい、デイライトが、はい、まあ、どう言ったらいいんだろうな。デイ、デイ、デイ、デイみたいな。3、3デイズ。で、ここも、はい、まあ、デイライトっちゃデイライト。あ、で、一応色が、まあ、消すこともできるし、白、赤みたいな。あ、赤で切り替えできるんですか。ることもできる。赤結構なんかマンスリーこうアクセントです、ね。そう、なんかなんかあの多分この車をホームページとかに、マンスリー本国のページが上げした時とか、あとジュネーブのショーの時とかは多分赤でこうバーンって光らすんだ。多分今の 463A の土がこの前あのエッセンで見てきた、で見てきたやつも多分赤のラインが入ってた。でその辺も全部内装のスイッチで切り替えられるし、まあ、あと上のフォグみたいなものも2等と4等と切り替えられるようになってます。だから内装で、まあ、のマフラーのバルブの開け閉めもできるし。あ、そうなんですか。マフラーのバルブの開け閉めもできるし、あとなんかステップのとこの LED もオンオフができるんで、ちょうどそのドアの下のとこっすよね。そう、でテレビの取材でもちょっと言ったんですけど、これもあれですよね。これもね、はい、そうそう、塗装して後ろ塗装してあって、それフェンダーのとこってそれ純正ですか。フェンダーのところのウィンカー純正。あ、それ純正なんですか。もともと 4x4 でついてます。光らせますか。光らせます。はい、じゃあ飯村店長お願いします。はい、じゃあ何が光るのか。よいしょ。今どこついてる？どこもついてない。どこもついてないです。あー、ついた。あー、デイ、デイ、デイですね。はい。ウインカーお願いしていいですか？ウインカー？ハザード、あー、なるほど。あー、あー、変わってる。うん。赤く光るのいいっすね。赤く光るのいいよね。なんかもうザ、ザ・マンソリーなんか。そう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 。まあ通常ちょっとね、なかなか。赤いけます？ね、すごい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 。僕写真とか動画で見たのこのイメージですもん。赤でしょ。はい、すごい。あ、それも上も外側2灯と前灯と。はあ、すごい。これでも暗いとしても安心じゃない。安心、まあ、そういう実用性を求める車ではないけど、まあ、ブラックデザートっていうぐらいだからね。あ、砂漠のイメージなんだろうけど、相当夜は明るいかなと光らせてる。だからもう世界中のこう大富豪とかこうアラブの石油王とかそういう人たちがこう注文して、リアルにこれでなんか砂漠行くみたいなイメージ。はい、まあ本当に行くか。そういう人々の車。そう。本当にだってベース 4x4 だし。そう。これだけやってあるし。そう。ディーラー新車が3000万ぐらいでしょ。ですよね。うん、はい、そこから考えると、うん、相当お得じゃないですか、ね、かなっていう、はい、まあ、これがハマればハマればね、はい、もうこの内装いらないよって言われちゃったらもうそれまでです。そうね、そうね。このこうなんていうかこう土球の車が刺さってもらえれば。そうだから、まあ日本でね、一人ぐらいは、はい、日本全国の中で一人ぐらいはいるんじゃないかなっつって、はい、だってマンソリーにじゃあ実際これ自分仕様の全部こういうのを作りたいって言ったら、だって下手したら奥近いわけじゃないですか。そうですよね、うん、ベースから考えて。あ、でまあ 4x4 っていう元々のベースの車両も台数が少ないし、はい、もはやもう新車では買えないですよね。
車でさらにこの仕様なんで、だ本当にその、まあ、ゲレンデは好きだけど他の人と違うものがいいとか、まあ、もちろんそのゲレンデというよりもこの車世界で1台しかないこの仕様がいいとかっていう人にはもうすごくお買い得かどうかわかんないけど、まあ、金額的にはそんなに高くない。総額考えたらも全然総額考えたら全然全然全然ちょっと日本でもガンガン走り回ってもらいたいんですけど本当はね、はい、ねですよね、うん、写真撮られるぐらいね、はい、いいじゃないですかこうイベント持ってったりとかこういうのね、うん、いいと思うんだけど。じゃあ続いて中ちょっと見せてください。中、はい、中すごいんですよね。中本当にすごいんです、はい、こうチューナーコンプリートで結構中張り替えてありますよってこうブラバスのコンプリートとかあとそのテックアットとかもそうだしあるっすけど、うん、なんかそのさらに上の次元になってますよね。そうね、そこまでやるみたいな。もう結局ノーマルのカーペットというか布がない、うん、レザーもう全て、まあ多分唯一シートベルトぐらいベルトは多分そのままだけど、もうだってここも全部ベースからそこまでそうレザーなのこれなってるん でしかもレザーもこう厚いレザーをこうベタって貼っちゃってるんじゃなくて薄いよね。そう、なめしたやつ、そうそう、機械があるんですよ。そう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 、でそれでベーってやってペラペラにして貼ってるっていう、ってるでもちろんマンソリは自社で内装工場を持ってるんで、すげーんすよね、全部自分のところでやるんですよ、ね、全部自分のところで外注は一切使ってません。だってこれカーペットも貼り替えたんだよ。でさらにこのステッチが入ってるっていいよね。だからステッチを縫う機械も持ってるんですよね。そう、ステッチを縫う機械も持ってるし刺繍をする機械も持ってるしパンチングする機械も持ってる。そう、俺この間ブラバス行った時にそれ全部見せてもらいました。一応このエアバッグとか入ってるパンチングは入れてるってことですか。サイドエアバッグのパンチング、このロゴ入ってる、まあ、それあ、いやいやいや、ここです。あれ、これはベースは入ってない。もうエアバッグって入ってるね。じゃあそこもなんかあれ押してんじゃない。押してるってことです。すごいな、はい、でハンドルももうだってハンドルもそもそも形が変わってますもん。ハンドルもそえ変わってないんじゃないの。変わってないんですか。これここのグリップとか全然違くないですか。握りは太くなる。あ、もともとだから、はあ、マンソリーはハンドル屋さんだからね。ですよね。 MP っていう会社、ね、はい、ブランドかをやってる会社なので、まあ、ハンドルは何よりもレザーとかカーボンの技術がどんどんこう拡大してって内装やって外装やってっていう。それはやっぱりこうハイパーカーとかもそのコンプリートのオーダーとか来ますよね。なかなかね、そのここまで、まあ、例えばこう外装やってあって内装やってあってエンジンやってあってってあってもコンソール変えてるとかこの車見てもなんかダッシュ形状変わっちゃってるとか本当にイカれてます。さすがにそれはないもんね。だそれはなんか、まあ、マンソリーはやっぱりもともと内装屋さんからスタートしてるっていうのと、まあ、カーボンを自社で窯持ってるっていうのという部分が、まあ、ないとできないことだとは思います。なんでそのコンソールモニター周りも全部変わってるんで。変わってるんです。コンソールをだって作り替えてるって聞いたことないです。聞いたことないよね。聞いたことないです、うん、まだギリ張り替えてますっていうのが聞いたことありますけど、そうだね、でそれを結構そのゲレンデだけじゃなくて例えばなんかこう違う車フェラーリだったりブガッティだったりそういうとんでもない車でもやっちゃうんで、あ、それはやっぱマンソリーのそれこそシロンとかああいう車もだってそうもう全部作り替えて全部作り替えて、すごいすげーなこの車。これ改めてこうなってんだよって紹介されるとやばいですね。これは相当だよね、はい、だなんかパッと見外見もすごい派手だし、うん、内装もパッと見てこう、うん、すごいインパクトがあるから、うん、それだけで終わっちゃったりするんだけど、うんうんうん、実はなんか細かいところもすごく手が入ってて、ね、ちょっと細かいところも見ていただきたい。そうだからやっぱりその抜かりがないというか、うん、やってないところがないっていうのがやっぱコンプリとかでしかできない。その外装だったりなんとか仕様だったり例えばまあ、マンソリー仕様だったりブラバス仕様だったりっていうのはいろいろ僕らも作るしできるけど、ここまでやるのはやっぱメーカーというか本国のコンプリートカーじゃないと、まあ、成し得ないところだと思うので。ドアの内側まで塗ってるんですよ。ドアの内側も塗ってるし、やっぱ90度開く。これそうなんですよ。ゲレンデがこんだけ開くっていうのはやっぱりその乗り降り
どうしてもその前の方のゲレンデの後ろの席ってこのぐらい前しか行かない、そう開かないし、はい、座面はどうしても高いし乗り降りがしづらくて本来このぐらいで乗らなきゃならないのを、はい、まあ、ここまで開けられるように、まあ、コンプリートカーでして、まあ、どうしても後ろに座る人のことを考えて、まあ、こう開くようにステップつけてっていうようなちょっとゲレンデなんだけど後ろのに乗る人を考えた仕様になってます。そこまでやります？まあ、4座だしね、はあ、4人乗りになってるんですよこれ。もちろん車検証も4人乗りですよね。4人乗りになってます。フロントのシートがリアにも移植されててそのままついてる、はい、でセンターコンソールは、ね、はい、マイバッハ純正、マイバッハ純正が移植されてるんだ。でそれがさらに張り替えてある何ですかこれは。すげえ。でもちろんそしてそのまま上を見てください。ウィーン、すごい。ロールスじゃないですか。もうロールスでいうスターライトヘッドライナー、あれオプションめっちゃ高いんですよね。そうめっちゃ高いんですよね。だからそのもちろんこれができるってことは上もレザー、そのパンチングレザーになってて、はい、その穴から LED が見えててっていうような、ルーフライナーも張り替わってて、っていう。あれロールスのやつもこういうカラフルなやつでしたっけ。ロールスのやつは白っぽかったかな。だけですよね、うん。一応これはリモコンで色が変えられるように緑だったりなんかクリスマスっぽくもなるし。へえ。何ですかこれ。星空です。赤くなった。あ、本当だ。すごい。なんかこれとかどう。これちょっと中、僕元メカとしてはこの中の仕組みが知りたいです。めちゃめちゃクリスマスっぽいよね、色味が。すごい。てかトランクもだって全部張り替えてありますから、ね、トランクももちろん張り替わってます。だないよね本当。ちょっと本当に興味ある方はちょっとぜひ、はい、ぜひね、はい、木村店長が細かくもっと説明し足りないぐらいいろいろあるんですもんね。だってそうですね、はい、足りないぐらいなんで、ちょっとぜひ見ていただきたい、はい、そんな一台でございました。はい、というわけで今回はボンド名古屋よりお届けしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと今さんちょっとホイールも宣伝しておきましょうよ。便乗してだってホイールブティックじゃないですか。なんかそういう風に言われた時もあったよね時もあった、うん、もうそこ、ね、あ、そうそうそう、そういうの一緒。うわもう絶対もう半年前の動画差し込もうホイールブティックですって自信満々に言ってたあの動画を差し込もう。ホイールブティックですか。ホイールブティックです。ホイールブティックです、はい、名古屋ではもうホイール推しで行きます。いやホイールも売ってるよ。本当ですか。でホイールどれが最近、最近、はい、勢いがあるのはアナーキーですか。やっぱりまあアナーキーは勢いあるんじゃない。ありますよ ね、はい、HRE もこの前来たけどね、はい、まあ、作ってるところは、まあ、同じだね。 HRE ね、はい、あとあのその23インチのバリエーションがどれぐらい出てくるのかっていうところも、もう結局ね、はい、23インチがいいけど、はい、ワンピース嫌だって言われたら、はい、今どこもあ何もないから、もう23インチイコールワンピースになっちゃってるから。そうで23インチが主流っていうか多いじゃない。はいはいはい、はい、G63 だとかなんだ、まあ、ウルスも23っていうありえるし、この前のレンジ、はい、新型のレンジもそうだし、はい、なんかスポーツだったら23でレンジだったら24みたいな、なんかそういう、ね、23とか24とかっていうのは非常にこう多くなってきてるから、はいはいはい。でも今現時点だと、まあ、アナーキーも1221も HRE も ADV1 も基本的にワンピースっていう選択肢しかないから、はいはいはい、ね、23インチで2ピースができるとかなってきたらもうそれだけでそのブランドに行かざるを得ないみたいな、うん、なるほど、はいはいはい、注目集まります。そうそうそう。じゃあそんな最先端の情報も把握している飯村店長にホイール相談してもらえば、ぜひ、はい、ぜひ、もう本当にホイールの相談だけでも来てもらえば、もちろん、はい、まあこんだけね、はい、いろんなフィニッシュだったり、いろんなブランドが見れるっていうのもなかなかないし、実際アメタンをこれだけいろいろ見て相談できるっていうところ、多分日本にそうないと思うんですよ。しね、もう選べないしね、お客さんがホイールを
もうこれって決めるっていうのがもう今多分昔はできたけど、今は無理ですよね。無理、はい、うん、もうサイズどうして、1人で決めるっていうのは無理、コンケーブこうしてフィニッシュこうして、よっぽどじゃないと、はい、ある程度来てもらって、はい、見てもらって、はい、話して決めるっていうのがもうコイルを選ぶっていう、はい、選ぶお手伝いをさせてもらえるってことですよ。そうそうそう、はい、でこっちですもんね、ロティフォームとか BC とか、はい、そうロティも BC もハイパーもチューナーものも、ね、チューナー系も全部あるんで、はいはい、まあまあ、全てが揃ってるわけじゃないんですけど、はい、ある程度のイメージはね、はい、分かってもらえるかなと思います。なかなかこのラインナップも多分ないんで、非常にそうだよね、はい、相談だけでも、うん、ぜひぜひボンド名古屋までお越しください、はい、よろしくお願いします。